要不要 どうもータグチェンダーテイメントでーす。どうもータグチェンダーテイメントでーす。<laughs> 松井が支給式してた。知らない。知らん。 見てきたよさすがにな。お前ーネックスぎるよこれだからユニクロのさ、これよくないこれあれ違う。普通にあの、富士山登る時の酸素と一緒。<laughs> 巨人逆転してる、超うぜえ、マジで。本当にうぜえの。何こいつらと思って。 もう見に行かねえ。マジで。決めた。もうジャイアンツ、もう僕は見に行きません。あのー、ヤフーの、このー、なんていうのヤフーじゃない。スポナビ。スポナビで見る。もう。ねえ、うなちゃん死んじゃったみたいだね。 しかもさ、俺さ、結局そういうのってさ、木梨憲武みたいな感じでさ、なくなってないじゃん。で、まあね、ちょっとなんか体調悪かったりしちゃ,しちゃったのかなと思ってさ、その配信中にで、いろんな人にう、うなちゃんも大丈夫なのかなみたいな連絡したら、うなちゃんもなくなっちゃったらしいようでして。 でも言わないでって言われちゃって言わないでって言われたらささすがにさ言えないじゃんだからさ心の中で泣きながら「金坊だよ!」って言いながら俺泣いてたんだよ実は心の中ではでもたまたま別に俺さ知り合いでもなんでもないからさあれだけどさ 悲しい知ってる人が死んじゃうと俺がちょっと受け継がしてもらおうかなドリャーを生み出したのそうだ <laughs> ねそうだよよくさ「俺や!」みたいなさコメントさ流れない俺の配信であれの元ネタ知ってるうなちゃんマンが人生で一回だけ ゲーム実況したことあるんだけど、それの、ゲームタイトルがマリオだったのね。で、マリオ、B ダッシュ、うなちゃんもダッシュできないから、こうやって歩い、歩きながらこうやって行って、あの、ダッシュジャンプじゃなきゃいけ飛び越えられない穴があるんだけど、それを声で飛び越、でりー,ーみたいな感じで、飛び越えようとして半分ぐらいで、てて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 て、それがおもろくて、俺がそれもらったの。 あれ僕がいただきました多分配信残ってんじゃなからうなちゃんマンスペースマリオでそう俺らもあの,あのバチコリもそうだよねわかんないこうがたまたまかぶったのかもしいんないけどもともとうなちゃんマンがべっか何でべっこりってしたのおめそんなこと言ったら なんか喧嘩した相手をべっこりやっちまうよみたいな。モコがばっこりでしょ。何ばっこりって。で、べっこりって何ってか。13年前は当たり前のように受け,受け入れてたけどさ、25歳の俺は。あ、まあ、ばっこりもそうだよな。悲しいよ。なんで亡くなっちゃったかとかもう本当知らない俺。もちろん聞いてない。たまたまね。 巨人勝ちました。アザっ僕の目の前で勝ってください。今度。脳梗塞なのわかんないんだ。うーん。動画見て供養しろ。 いや,いやだ家族の方になか申し訳が立たない、うん、ちなみにそのマリオ実況で、えー、うなちゃんはコインを集めるゲームだと知らずに20分ぐらい適と格闘してただからスーパーマリオブラザーズの時の記憶っしょ1983年の初代、ま、あのマリオワールドの前身のあのでん <laughs> ンんでンドンデン

そういういことだからやっぱタバコの成績と酒の飲みすぎてもちょっとあんまり体良よくねえんだろうな気をつけなきゃいけないマジで本当にね死んでもおかしくない年だからな、うん、なんかでも 50何歳 ?55 歳ぐらいタイトルを見直してください。雑談して酒を飲みに行く男 <laughs>。一睡もせずに、なんだっけマリオ・ギャラクシー3時間、バロ12時間、ゴースト・オブ・ツーシマ7時間やって、タバコ吸いながら酒飲みに行こうとしてんだけど、やばいかな。<laughs> 今月の映画見る枠はもう取らないんですかやるとするならキムタク主演でクソ割れた実写版宇宙戦艦ヤマト見ませんかいいよ別今度マリオ見に行くんだよマジで、超楽しみ。クソいいんでしょ <laughs> なんで配信してるんですか配信が好きだから、みんながコメントくれるから、そういうことだから。 ミドルさんは昨日ツイッターでうなちゃんまの件について触れたけど、その4分後に飯田の店でめ焼肉食べてリップで怒られてさすがに投稿消したなんて別にしょうがない。<laughs> しょうがなくない人が死んでも飯は食うだろう。<laughs> 別にしょうがないでしょ。<laughs> 仕方なくないだダメだろう。 意味がわからんはいこつ一日どんぐらいだろう60本ぐらいずっと吸ってない次死んじゃうの誰だと思いますか打足さん金馬へうわ悲しい 金杯とかよっさんとかさ、なんかもう死ぬ、もう死ぬ、もう死ぬ,う死ぬみたいなことを言い出して、何年経った、早。もう5年ぐらい経ってんじゃん。金杯なんて、うんこじゃん、俺、観光編だから。俺、初めて会った時に、それしか言われなかったんだよ。俺、2回ぐらい会ったことあるんだけど、超会議かなんかの時に。うんこじゃん、俺、観光編だからって、もう7年前ぐらいに言われてんだけど。 大丈夫肝硬変なの観光編なんだって本当かどうか知らないけど金ン <laughs> <coughs> はうちの病院に入院してきて廃止してもいいですかって言って断られちゃ <laughs> せよ体 直しなよ結 <laughs> が、金梅、よっさん、京一を打足。もえ、この順番に死んでいくって言ったらさ、結がさん死んで、金梅死んで、よっさん死んで、京茶死んで、打足死んで、俺もすぐじゃんで、出番すぐなんだけど。 キンバはお前の結婚する前日に親愛なる友みたいなタイトルでお前のことを言わせるはそうなんだありがとう。死神の鎌がもう俺の首にこうやってなんかもう突きつけられてんだけど。<laughs> そんな突きつけられてんだ。怖っ。 お前もそろそろ健康に気を使い,いや使ってるんだよ使ってるの何歳まで行きたいんまん、あ、40で子供ができて子供が二十歳になるまで行きたいから60あと22年で <laughs> 遅い <laughs> なんだよ40で子供作ればいいでしょ 三十八だから、まよ、あ、あと二年以内に子供を作ってえ、別にいいでしょう。上等じゃない？三回目にいちゃん来たって言われた。えでも俺お父さん三十六の時の子供だよ。 遅いんだよ親父がが36の時の子供だよ俺お姉ちゃんが33か <laughs> でもうちのお父さん PTA の会長やってたよ <laughs> うんこちゃんってギャル王時代パラパラ踊れたんですかはやってたねー クラブ全盛期なんだよ多分いろんなさ全盛期ってあるじゃん俺の5歳年上ぐらいの人達の世代だから打足さんぐらい打足さんもっと年上かあいつクソじじいだなえ俺パラパラ世代でめちゃくちゃパラパラ世代だよめっちゃパラパラ世代だよでももちろん踊,踊ってないけどね が、ギャル全盛期だったの。小ギャルみたいな。押し切り萌えとかがさ、エッグの雑誌出てた時知らないでしょガングロとかが入った時だから彼女が、その時付き合ってた彼女がめちゃくちゃ踊ってたよ。ほんで。 なんかクラブについてこいこって言われて、ああ、分かった。<laughs> ついてて、その彼女がパラパラ踊ってんのずっとこうやって見てて、なんでクラブで踊ってんだこいつ。<laughs> めちゃくちゃあったよ。<laughs> 加藤さん、明日女の子とランチに行きます。加藤さん流の会話術教えてください。だから今度かあれあれしようかな。隠し撮りしようかな。動画とかであげないけど、隠し撮りしようかな。俺が女と喋ってた時の。 何喋ってるか分かんかかないわ喋ってねえよ俺全く,知ら全く知りません友達と喋るとる時と一緒でいいでしょなん年取ってくるとその特別女の子に女の子と何喋ろうみたいな考えたことねえよいやじゃ嫁とか彼女はまた別じゃんでもそういう時って着飾ったら絶対あれだぞうまくいかないぜ マジでこれから飲みに行く。11時ぐらいに行くから、10時半ぐらいにやめようかな。かわい女の子いるとカッコつけちゃう。あるある。なんでそんなどんぐりみたいな髪型してるんですか俺、どんぐりだから。 ゆいがあのニコ生で盛り上げた lings, 加藤も今はタレントだもんないつか近くで見に行ってやるか意味わかんねえ。えううえ <laughs> 失礼。<laughs> ちょっとチャンマンにやべえ。 うなちゃんマンは今流行ってる配信者は加藤純一と横浜緑とかこれからも売れるだろうけど俺が死ぬ頃も売れてるといいなって2年前言ってたけどそれを考えるとグッと来るもんあ, <laughs> あの早い死ぬのがじゃあ <laughs> せめて10年後とかあったらさそういう話にも花が咲くけど早い2年じゃあ,あんまり人気変わんない何歳まで配信しようかなわかんないノリな <laughs> ずーっとするだろうけど 40ぐらいまで、まあ、東京で配信して、でもじゃもう東京が合わないの俺。40で実家引っ込んで、なんか別荘でも建てて暮らそうかな。40!22 年間ありがとう東京。実家つっ,ってもあれだよ。実家の方に家建てて親父と一緒に暮らそうかな。 あいつもう死ぬしもうすぐもう73だしあと2年でも前から言ってたじゃんでも実家には帰りたいんだよ俺よくないだ意味なくない俺東京にいるそんな家賃100万ぐらい100万も200万も払ってさ東京でな何すんの いや別にこれよくない海外でもよくないフランスに住もうかなフランスか東京あフランスか千葉いやピザなんて2週間に1回しかこの、あのー、ないんだからさだって言って1時間半で来れんだよいや1時間で来れんだよ ドバイに住もうえまだみんな日本に住んでんの冗談でしょ冗談で言ってるよねいや1時間ぐらいだマジで1時間ぐらいだよあのね立山自動車道がずーっと繋がったんだよ <laughs> 意外と早いよ チャック死んだだけ悲しかったスイカス気持ち悪いなんでアイコスってどうやってすんの俺アイコス吸い方間違ってる誰もまだ習ってないんだけど47都道府県全部言えると思うさすがにあの,あの北からずーっと南下してくれば母校の歌声そっくりさんアーティクイズやってくださいちょっと送って聞きたいどうせあるんであのプライドみたいな やあるでしょ <laughs> <laughs> うなちゃんまが亡くなって弔い放送しようと思ったけどネタにするのはよくないかなと思って踏みとどまったんらみどりさんから俺ちょっと聞いたんだけど亡くなっちゃったらしいよみたいなで内緒にしてるらしいよみたいな内緒っていうかその、ま、だ言わないでみたいなこと言われて。 あ、わかりました。もちろんご家族の意向とかもあるのかなと思ってでも一応気になるじゃんなんで内緒にしてるんですかみたいなそしたらうなちゃんマンは伝説だからだって来た意味がわかるああはいっつった <laughs> まだ日本語が通じないんだよね永遠に生き続けるんだ俺たちの心の中でってきたマジであそうですよね兆候が今緑ににも兆候が現れてます 正直。<laughs> ヒカキンとニシンのコラボカップ麺が高すぎると炎上してるい,いくらなのみキ菌だっけ いくら <laughs> 320円えカップラーメン320円高い一般的なやつは何で日清ラオウは200円ぐらいだっけちょい高ぐらい 蒙古タンメン中本が240円えっ別に高かったら買わなきゃよくね NHK のさ料金みたいに徴収されてんだったらみんなが文句言うのも分かるんだけどさ別にカップラーメンだって買わなくていいだろ買わハハちょ待ってみんなカロリー見ようこれでカロリーが1 0 0 0ロリーなかったらさすがの俺も怒るようち結構カロリーには厳しいんでカロリーで見るんでうん 調べてくんないカロリー <laughs> <coughs>。カロリー理論ってのがあるんだよね。AI 木を知らない。あー、お腹痛い。ペヤングが超重りは200円で1 0 0 0カロリーだから、まあそれ、リーズナブルを売りにしてる薄利多倍のゴンゲみたいなやつもあるんでしょう。で食ってみてえな。 俺ヒカキン結構さラーメン好きのイメージあるんだよね <laughs> やばいお腹痛い、ね、うんこしてきていいみんながダメって言うんだったらいかないけど310キロカロリーで320円それダメだちょお腹痛いマジで「ならならなならならなならなな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 な

あ,あお腹痛い <laughs> <laughs> JRA の新人ジョッキーが調整ルームでスマホいじって機丈停止処分受けましたなるほどあれだよねその公営ギャンブルってさその八百長の 帽子のために携帯とか全部没収されるんでしょう、うん、全部そうだよねボートレースもだ直前になんかその「この馬っていいですよ」とかさ知人とかに言わせないようにダメなんだよ <laughs> え自主的に預けてるだけなのあれ 期間中、携帯は永久禁止。だからさ、じゃあ、ボートレーサーは、陸に上がってくると死ぬほど女遊びするっていうじゃん。で、ジョッキーは馬から降りると死ぬほど女遊びするっていうじゃん。その反動なんだろうね。オナニーとかどうしてんの妄想エロ本ン だってパソコンだってダメでしょ厳密に考えたら <laughs> あまあ土日だけか確かに <laughs> 連絡を取る手段なんていくらでもあるよな 山田 <coughs> <coughs> テストのホームランボールを子供からおっさんが奪った系にいて、見たよ。あのー、ツイッターでさ、撮り方がクソだった。松井がふるさとはジャイアンツって言ってた。松、ま、井見た松井と高橋と上原。 松井白髪だらけになってたな何歳待てよ 2002, 2002年に28歳で渡米してるから 48!?49?49 かちょっと信じられないね 信じられない。<laughs> ちなみに j r f の2年目の大久保優雅っていう騎手はキャバクラで200万借金して初級者はクビになった。<laughs> いや別に、関係ないけどな。ダメなんだ。<laughs> 初ホームランは30年前高津からのあの、高津の <laughs>、おめえ、まおめえ。 あの古田お前真っすぐでいあのノムさんが松井の力量を測るために進化を投げずにインローの真っすぐ投げろって言ってあの5月5日で,すでしたっけに子供の日にあのホームラン打ったのが第1号ちょうど30年前 <laughs> 古田敦也がよくそれについて語るよね あの時のヤクルト強かったよな、別に今も強いじゃん。なんならヤクルト全盛期だぞ。<laughs> 野村監督時代のさ、90年代ってマジで3年に1回ぐらいヤクルトに優勝したけど、5月3日かさ、5月5日じゃない。5月3日。未だに語るからな、古田は。古田の方程式で。<laughs> 一番、自分が見てきたバッターの中で、一番いいバッター誰ですかって、松井ってすぐ言うからな。 バウは見た。なんかまっすぐ調子悪そうだったけど、あま,っすなまっすぐダメだなーってなって、すぐあの変な、訳わ,わかんない、見たことねえようなナックルカブ投げ始めて、それでなんか <laughs>、7回1失点でしょ。ホームランの1本だけ。7回98球、7アンダー、1飛本塁打、1失点でしょ。あれ、中4日で回るのもうメジャー帰れよ。 出し三振メジャー変えんなよおもんないよあんなやつらがあんなやつに投げられたななんでさバウアーってメジャー出きになっちゃったんだっけなんか女殴ったかなんかしたんだっけえでもさチャップマンだってさ元恋人にさなんだっけ発砲しなんかこれで拳銃向けて みたいな感じだよね <laughs> 冤罪なの <laughs> えなんで嫌われてんのまずバウアーってなんで お前が応援してるライトクロンタムが田辺との新婚えっんで竹は田辺じゃな,あなんでと豊じゃないのじゃあ買わない俺怖い違う車体乗るの だって社大ファーム、幸四郎が、甲子郎もう完璧なる夫人じゃん。あリ、え、リバティアラ乗んのうでしょ絶対ありえない、それは。だから横山じゃん。 そのウポみたいなこと起きないだろうあリバティ川田か川田さんだ川田さん川田さん最近のさ有望な馬全部横山騎手が乗ってるイメージがあって松山にどうして使っちゃいけないんですか知らな、はい お前村上の話を村上の話をしなくなったけどよし、誰その人知らないなんか俺が結構さやっぱ YouTuber やってるからさ顔広いと思ってるだろうけど全然知らない阪神のあのいいピッチャーか25イニングも知ってんのあいついいよな好きだよ村上好き巨人来てくんねえから早く ちなみに横山たけしはボケが好きでおしニンフィアだぞ話が合いそうだな金曜日の佐々木朗希もう完売 <laughs> 今年も見に行こうかなまた俺が見に行ったら完全試合しちゃうだろうな朗希が張り切ってまたさしちゃっていいですか T シャツ着ていこうかな佐々木朗希の 許可するな巨人見に行く、ね、なんか巨人おもんねんだよな最近何かおもんねんだよ、ね、なんでだろう圧倒的に勝ってほしいもっとわあアキーロー活躍して確かにねあいつが打席に立つとさ 背が高すぎてさ、遠近感バグらないこの前のさ、小川とのやつ見た。小川の方がだいぶ前にいるのに、あじゃあでかすぎて脳みそがバグる。あ,あ身長何メートル ?2 メーター、じゃ二メーター以上あるよあれ。だ大谷より全然でかいでしょ。2メーター5ぐらいじゃない 2>, <laughs> <coughs> ?2 メーター3七二2メーターさ。 俺より3 0ンチでかいのクソでかなんだけど <laughs> ねえ画角に収まってねえじゃんこれが大体2 0ンチだから俺より俺よりこんぐらいでかいんだけど、うん、スパイギアよりでかいね 明日何時かやろうかな俺頭でかいからさ、アキーロの隣に並んでみたいわ。いや、朝無理無理無理。起きれない。無理ほんと無理じゃあ明日の予定はえ、マリオ・ギャラクシーをまあ、4時間。で、ゴーストオブツシマを8時間。で、バロ12時間。かな ちょっと短い明日あんまできない疲れてるから16時間か30試合やなきゃね <laughs> 水族館でマナティが自分のうんこって気絶してる動画見ろ。頼む、それ見さしてくれ。水族館でマナティが、もう時間がないんだ。早く水族館でマナティが自分のうんこって気絶してる動画俺に見さしてくれ。頼む。早く見させてくれ、俺に。タイトルホルダーが急停止してゲバ、ゲバまでしたのに何の怪我がなくただの筋肉痛だと、けんなお前。わかるだろ、出走前によ。 なんでさじゃあ,あ無理して走んなかったら俺の100万なくなんなかっただろうこっちはさベストコンディションだと思うやんまあでも何人無事でよかったな冷静に考えたら <laughs> いやーでも買えねえよ ええねえなもう声あんかつとか細いは見抜いてたマジで言ってんの <laughs> すげえな <laughs> でも次走のレースもしかしたら買いかもしれんな副賞もう副賞やめよ副賞で買うのマジでやめよ ハハハハハ何これこういうのが一番面白いや <laughs> こうが一番面白いやこういうのが<笑><笑> <laughs> うんこなんだ <laughs> なんか消え <laughs> 落ちか落ち方がいいわ <laughs> 落ち方が良くないえ <laughs> 俺もこうやって死んでいこう <laughs> 自分の動くってさ <laughs> 幻想的なんか <laughs> これ俺見たら俺気絶しちゃうな俺も <laughs> 落ち方が良くない <laughs> 悪くないですね、この映像。<laughs> <laughs> 頭がおかしくなるよって言ったんだろうな。いいねをしておこういつ、いつでも見れるように。 ゴールデンウィークも休まず頑張ってる人たちのために餌と間違えて自分のうんこ食って気絶していくマナティ貼っておくねとんだ余計なお世話だな <laughs> 何これ AI 模倣の歌ってみたです何 AI 模倣って <laughs> 何これ 聞いちゃだめなやつだろこれ,これバンになるの <laughs> なんで <laughs> 変なこと言ってんの母校の声を AI で学習な,なんかさ最近すごくない <laughs> 俺も作ったよ俺が休みの日にさ勝手に配信させておきたい 向こうが岸さんとの対談番組で一番ムカつくコメントは何々いくわけだと言っていましたが加藤さんムカつくコメントえなんだろうムカつくコメント <laughs> ログインしてください <laughs> マジでそれムカつくわ本当にガチで言うならログインしてくださいだ俺本当に嫌いだから露骨に危険悪くなるからね露骨あのログインしてくださいできねえんだよ俺俺ちま自分の Google にも自分の YouTube にログインできなくていつも聞くのログインのパスワード何でしたっけって マジでログインアレルギーだからクソ <laughs> イラつく <laughs> しねえよログインなんてかつそろそろ無人島買って視聴者済ませて国を作ってください作るかじゃあ Uber 自分で頼んでください全然ムカつかない、うん、なんとも思わない「うん、あ」が一番うざい俺分かんないんだけどなんかさ どのさ、配信見ててもさ、年取ったらはマジでムカつかない。全くムカつかない。男ってあんまりムカつかなくない年取ったなって。年取ったなって自分でも思わない車の助手席で黄昏れてて、夜の、あのー、深夜のね、ピザラジ終わりとかで。ほんで、って外を見たときに、 あのー、ウィンドウに映る自分の顔がブルドッグみたいになってて、年取ったなーって、他人かと思っちゃう、たまに、これ、俺じゃないよね、たまたま同じ速度で走ってる車に乗ってるじじいかと思って、ぱって見たら、ほっぺたが垂れ下がっちゃって、ブルドッグ、なんだ、のブルドッグみたいなじじいはつ しかも俺もあれなの。ら白髪。白髪って俺全くなかったので、ね、本当に一本もなかったの。最近めちゃくちゃこの辺に2本、この辺に2本とか。ね、こっから来る白髪って。白髪がすごいんだけど。こっから来るやっぱ。こっから来るよね。 この辺に白髪がバーッと入ってきた。染めねえけどな、俺。横から来るんだ。で、ま、なんか、あのさ、真っ白だったら染めなくてもいいけどさ、は白髪混じりだったら、なんか染めようかな。黒染めしようかな。じゃ、まず前兆は鼻毛から来た、俺。鼻毛が白、白髪混じりになって、ほんで次髪ちょっと来たわ。 これあるあるらしいよ。花、サイド、トップの方が。<laughs> まあでも冷静に考えたらさ、38になったらさ、それ白髪も、<laughs> 混じるべ。しかも、自分じゃなくて、友達を見たときに、 俺た10年ぶりに会う友達とかもいるわけよ。なんだこれ。地元の連中がさ乗り換わんねえのにさ厨房の頃からさ全く乗り換わってないのに見た目だけクソじじいになってんのにみんな歯ねえし。 いよいよ自分が朽ちていくって恐怖あるんじゃ <laughs> <coughs> ないです全く俺だけじゃないんでみんなもういつかなるんで同世代でハゲてるやつもういるんじゃねあんま合ってないから分かんないけどみんな等しく年を取るんだよ 怖くねえだろう、うん、俺はお前のことをまだ32ぐらいの感覚で見てるぞ38や恥ずかしい38歳ユーチューバー 一時期配信でどんな話しても、うんうん、そうだね、みたいなコメントしか流れなくなる、しょうもないのをやりましたが、加藤さんの配信でやられたらどう対処しますか別にどう、んう,う,うんうん、そうだね、そうだねっ,って。別にしょうもないとか、なんでそれダメなのそれ。それダメなのな、何がダメなのうんうんうん、うんうんうん、みたいな。何がダメなの どういうあれなの嫌がらせなの <laughs> バーチャル YouTuber のノリみたいな。<laughs> ってこと <laughs> お前ってもう誰かの配信荒らしたりやらないの最後にそういうことやったら何年もや,やったことでおい荒らしに行こうぜみたいな。 てめえらと一緒すんじゃねえよ。そんなことやったことねえよ。一人で行けよ。群れてやんじゃねえ気持ち悪いな。出せんだよ、お前ら。<laughs> お,のおの勝手に行けよ。なんで一緒に荒らしに行くんだよ。スレション、スレションバカどもが。 今日かっこいいです、ね、えっそういつもこうだけどこの後曲書かなきゃいけないからちょっと早めに終わるわ <laughs> 制作が間に合わない曲書く俺この後 いや、一人で話したこといっぱいあるよ。なんだっけ誰だっけな <laughs> なんか、ニコ生にすっごい可愛い女の子が、あの子何してんだろうニコ生にすっごい可愛い女の子がいて、ほんで、うわーって人気になったんだよ。夏目ちゃんか。なんで炎上したんだっけあの人。裏で男と出会ってたみたいな感じだっけ チャットレディなんでチャットレディーやってたらあれたんだっけ、うん、冷静に考えたら意味わかんねえな。あ青春売りしててチャットレディーしてたみたいな。<laughs> 成獣 <laughs> にりしててチャットレディーしてたにもかかわらずあのものすごい硬派な硬派で高貴なアンダーテイルを実況してたから荒,荒らされたんだっけちょっと理由は理由忘れちゃったけどそれでもなんか俺もその流れにのっとって荒らしてた気がする何でそのどんぐりみたいな騙してるんです ですかどんぐりだから普通にどんぐりの化身だからそういうノリあったんだよな一時期理由忘れちゃったチャットレディバレもあるけどニコ生やってるやつがどうせお前も YouTube で稼ぐためにニコ生やってんだろって変な言いかかりつけられさ <laughs> ニ,コニコ生の人たちってあれだよねあの何、ー、かそういう踏み台にされるの嫌がる文化昔あったんだよ <laughs> そんなこと考えてやってるやつなんてほとんどいないのに被害妄想のバカどもが多すぎるんだよニコ生プライドなくなっちゃったらもうみんなニコ生プライド <laughs> 今もあるんだ 最近やってないから分かんないわ今もあるんだまだ全然あるんだ ちなみに今もうアヤチ、あやち、あやちってロシアの正統派の美人が出てきたけど、そいつも日本の講座なくて YouTube やりますって言った途端、ぶち切れてファンがやってもざけんじゃねえよ。ニコ生捨てんじゃねえよ。YouTube 行くんじゃねえよ。みたいな。もうそこ、その島にから出てくるな。その島から。<laughs> ニコ生プライドがあるのか。 美子がお前のこと加藤さんじゃなくて加藤ちゃんって呼んでたんですけど何かそういうことですか <laughs> ちょっと配信やめるわ。